知能を作り出すということは生物そのものを作り出すことに似ている。双方ともゼロから作り出すことは至難の極みだ。だがトレースならどうだ。脳内の電気信号を正確にトレースすることができるなら最高の知能もいともたやすく生み出せるのだ。さてこの知能が完成したとき一体どのようなことが可能になるのか、君たちに想像がつくかな。この場所から濃密な謎の気配を感じる。単なる火事でしょ。勝手に入ったら怒られるよ。ここは立ち入り禁止だぞ。ごめんなさい。すぐ出ていきますから。ん？お、女子高生探偵の葛城夜子ちゃん。俺、君の大ファンなんだよ。よかったらどう？一緒に捜査しない？随分とノリがいいな。じゃあこれも最近世間を騒がしてる連続放火魔の事件なんですか？その可能性が高いな。無臭で液状の可燃物をばらまいて火をつけたらしい。生地個室だけに気づくのが遅れ、逃げられなかった。お客さん全員が？いや、全員じゃない。店が全部燃えたわけじゃないからな。焼け方がひどいのは非常階段付近。犯人はその周辺の通路に火をつけ、そのまま非常口から逃げ出したんだろう。渋滞の8人は個室と非常口を炎で遮断された人たちだ。運よく逃げやすい位置の個室にいた3人は通常の出口から駆け下りて助かったんだよ。その3人の方々は？ここの事務所にいるけど証言を聞くかい？そうさせていただきましょう、先生。だからさっきも話したじゃんか。まだ時間かかんの？仕事遅れっとやばいんだけど。職場には私から連絡しておくから。部屋から出たら周り一面が火の海だよ。逃げ道が開いていたのは奇跡的だったわな。そんなのどうでもいいから。早く返してくんないかな。パソコンを充電してただけだから、俺。火事に巻き込まれたっていうのに、随分余裕だな。俺を疑うならご勝手に。火は無事消えたんだし、もういいでしょ。俺、終わったこと興味ないもん。いやー、二人とも結構気楽なもんですね。私なんか焦って、未だに油汗ダクダクで。だそうだ。他に何か聞くことある？いいえ。先生は現場を見れば十分だとおっしゃってます。そうです。まずはこの三人に元の個室に入っていただきたいのです。入るだけなら大丈夫ですよね。構わないけど、それは探偵さんの？はい、先生からの指示です。おい、ちょっとね、ウロ、もう謎解きは大丈夫なの？食事を前に遠回りする趣味はない。この謎ももう我が輩の舌の上だ。さて刑事さん、あなたは犯人の逃走経路を非常階段と予測しましたね。それがどうかしたのかな。先生の推理ではその可能性は低いでしょう。非常階段自体はさほど目立ちませんが、その近くには大きな窓があります。放火してすぐ外に出たとして、窓の外からわかるぐらいの炎が上がるのにおそらく数秒。犯人が駆け下りてくる姿をやじ馬に目撃されれば、嫌が応でも強く印象に残ってしまう。あまりにリスクが高すぎると思いませんか？じゃあ非常階段が逃走経路ではないとすると、通常出口から堂々と？その通り。自分の個室には火が回らないように計算すれば、被害者を装って堂々と逃げることができる。計算？犯人は火の回りが遅かった個室にいたあの3人の可能性が高くなるのです。犯人はあなただと、あなたの作った道はそう告げているのです。
ざけんな！ラッキーで助かったやつを犯人扱いするつもりなのかよ！俺、マジでギリギリのタイミングで助かってんだ。なんで他の二人じゃなくて俺なんだよ！その偶然が問題なのです。たまたまできたかに見える逃走経路、それがもし犯人によって自由に作れるものだとしたら。自由に作れる？どういうことだ？ん？例えば、この純度 96% のアルコール、これに先生の毛先だけを浸します。浸したのはほんの毛先ですが、実際には、火をつけると分かる通り、お酒は毛の根元まで行き渡っています。管状の細い隙間に液体を通すと、わずかな量でも速いスピードで遠くまで染み渡る。これを毛細管現象と言います。ここのフローリングはこの条件に最適のようです。神が、床の溝のあちこちに何かが詰められていますね。一見何かの燃えかすに見えますが、これは不燃性の石綿です。石綿？溝に詰まった石綿に可燃性の液体が到達すれば、別の方向に液体の流れは変わる。これを繰り返せば、非常階段前の可燃性の水源からは右折左折はもちろん、液体の伝わる速さや火の勢いも思いのまま、行き先の定められた阿弥陀口が自在にフロア内を駆け巡るのです。と先生がおっしゃってます。この石綿に先生が気づいたのは、燃料が行き渡らず燃え残った部分があったため。さすがにフロア全てを計算通りには満たせなかったようで、この二人がいたのはまさにそんな幸運な位置ですが、あなたの部屋は別です。非常階段付近を火元に見せ、被害者を装うためには火が回るのをしばらく待たなくてはいけない。それには自分の個室から着火するのが最も理にかなっています。以上を踏まえた上で、この石綿を探しつつ水源から伸びる阿弥陀をたどっていけば、おのずと答えは出てきます。可燃液という導火線が個室の前まで引かれていて、しかも同時に幸運を装い、ギリギリで逃げる逃走経路が完成している個室。助かった人の中でその条件を満たすのはあなたの個室以外にないのです。あれ？おかしいんだよな。急にメガネをかけてみたくなった。急にシャツをズボンに入れたくなった。急にバンダナの巻き方を変えたくなった。そして急に全部燃やしたくなったんだ。燃え燃えして、燃えって字違うから、燃え燃えして、炎に囲まれて燃え燃えしてよ。ひとたん燃え、本当に急なんだ。メラメラ燃え上がる炎がエロ可愛く思えてきたんだ。近くて大きいほど最高なんだ。エロ可愛って、だからお前らも片っ端から燃えキャラにしてやるよ。なんで？え？だからってなんで放火なんてしちゃうの？そのせいで渋滞の人も大勢出てるのに。なぜって、だから言ってるだろう。ところ構わず放火してそれを眺める理由はな、なんと言っても。おなんでだっけ。え、あれ、ちょっと待って、マジわかんない。どうして俺火が好きになったんだっけ。なんでだっけ。なあ、あた教えろよ。なんで俺はこんなことをやってんだ。教えてくんないと、あんたも萌えキャラだ。我が輩の知ったことか。おや、ご自慢の火炎放射器が故障でもしたのでしょうか。まったく人は恐ろしいものです。何だったんだ。言っちゃってるにも程がある。あのさ、刑事さん、こいつの取り調べ俺にも見学させてよ。君は一般人だろ。ん？刑事だと？え？刑事？
刑事さんなのに目の前で事件が起こって知らんぷりしてたの？専門外だし参加しても意味ないし。この手帳は本物か？とても刑事には見えんぞ。警視庁の薄井さんに身元確認してみてよ。面倒だから容疑者でおとなしくしてたのに。薄井さんってあの？お前の話も聞いてるよ、葛城夜子。肝心なところでやたらと首を突っ込んでくるうさんくさい探偵ってお前だろ。今日も下手に犯人を刺激しちゃって。ほっときゃいいじゃん、火つけた動機なんて。大体の犯罪者はやりたいからやってんだよ。ま、逆にちょっと面白かったけどね。また会ったらさ、そんなの抜きでお茶でも飲もうよ。じゃあね。おいっと。おい、ちょっと待て。我が輩の知る刑事という人種とは程遠いな。だね。いつも通りに終わった事件だけど、何とも言えない違和感が残っていた。何か事件がまだ始まってすらいないような、そんな違和感が。またやっちゃった。本当にもう退院して大丈夫なんすか、先輩？ああ、大丈夫だ。で、樋口、重要な話ってなんだ？うん。なんかヤバい奴がこの中で動き回ってるみたいなんだ。失礼しまーす。ヤコちゃん。あの、退院のお祝いに。祝いなんていいのに。探偵か。これから大事な話をするときに。よう、カツラギ。また会ったな。あ、本当に刑事だったんだ。特例だがな。特例？実はすごい人なんだ。見舞いが終わったならとっとと帰れ。薄井さん、こいつにも参考意見を聞きたいな。何？なあ、この前の放火魔の犯人、何か感じなかった？他の犯罪者にはない不自然さを。うん、なんか変だった。今まで私たちが出会ってきた犯人たちは、いい悪いは別にして、自分の中に歴史とした芯があって、ポリシーを持って犯罪を犯してた気がするけど、あの放火犯はその芯がしっくりきてないっていうか、なんかまるで無理やり芯を作らされたみたいな。こいつの言う通り、最近無理やりその芯を作らされてる犯罪者が増えているんだ。作らされる？電子ドラッグ、俺がそう呼んでいるものによってね。電子ドラッグ？なんかかっこいい名前だな。一部の犯罪者は共通して交流中に激しくパソコンを要求した。俺の許可でパソコンをいじらせてみたんだけど、その途端すごい勢いでアドレスを打ち込んで、飛んだ先の映像を疲れたように見つめ始めた。その映像がこれ。なんだ今の。この映像を見た犯人たちからは、通常ではありえない量の脳内麻薬が分泌されていた。脳内麻薬？ベータエンドルフィンの快感作用はモルヒネの 6.5 倍。それを自在に分泌させることができるなら、こいつはもう立派なドラッグだ。今見せたものは解像度を下げた映像だから問題ないけどね。おそらくこの映像は深層心理に潜む犯罪願望を解放する指令を出している。指令だと？この映像を見た者の脳内では、邪魔な理性の蓋を押しのけて心の奥の願望が爆発する。つまり犯罪を犯す確率が常人より上がるということか。すっげーよ。よっぽど脳みそのことを熟知していないとここまでのもんは作れない。こいつは犯罪者制作プログラムだよ。犯罪者制作？なるほど、電子ドラッグか。かぐわしい香りだ。おい、下辺にご。ああ、なんだよ。貴様の裏ルートを使い、脳研究の第一人者を探せ。脳研究だと？
ついに完成した。脳を操るプログラムも、侵入者からそれを守るプログラムも。さて私よ、君の力は実証された。検証も十分だ。だがプログラムの存在に気づいた者もいるようだ。ああ、我々の目標のために油断はできないな。ん？どういうことだこのデータは。何がだ。実験体に選んだ人間の他に100、いや200、おびただしい数の人間があのプログラムを見ているぞ。しかも武器の密輸まで行われている。なぜ私に無断でこんな。プログラムと武器弾薬が同時にこの国に出回ったら大変なことになるぞ。教授。え？なんだ、無断で入るなと言ってあるだろう。教授、今君と話してる時間がない。教授。うるさい。ん？教授。はあ、ここの教授、春川英介って野郎が脳に関して詳しいらしいぜ。この程度の情報で有頂天になるとは、まだまだだな。帰りは自力で帰ってくるんだな。ざまみろ。いつの間に。よ、貴様こそ徒歩で事務所に戻るがいい。くっそ、いつかぶっ殺す。この人、春川教授らしいな。死んでるの。人間とは本当に脆い生き物だな。一体誰が。電子ドラッグの手がかりだったのに。何。ほう、我が輩を招待しようというのか。慎んで受けるとしよう。その招待を。まさかこの世界に侵入できる者がいるとはな。我が輩の名は脳神ネウロ。春川英介か。いや、私の名前は電人ハル。春川英介の脳をデータ化したプログラム人格だ。電人。貴様がオリジナルの春川を殺したのか。そう、正確には私の手足だがな。電子ドラッグで操った者どもか。その通り。1と0の世界では無敵な私も、1の世界では無力な箱に過ぎない。現実の手足として私を守る兵隊が必要なのだ。欲望や願望というのは生物の意志や行動を司る原動力だ。簡単に言えば、その欲望を軸にして映像刺激でシナプス回路を組み替え、脳の片隅に別人格を作り上げる。これが春川と私で完成させた、君らが電子ドラッグと呼んでいるプログラムだ。暴力や破壊の願望は人格の軸にしやすい。それぞれの願望を叶える形で様々な兵隊を作ることができる。だがどんなにたくさんの兵隊を作ろうと、本体を叩き潰せば貴様の存在は無と化す。私の本体を見つけることは君には不可能だ。この3体のサポートプログラムが私の周りを固めている限り、どれほど人知を超えた存在でも私までたどり着くことはできないものだ。
私が生きなければならない。故に私が誰かの干渉によって滅ぶことなどあってはならないのだ。これで証明された。1と0の世界において私は無敵だ。さらばだ、ネオ。